It's Bonnie! はい、皆さんこんにちは。今日もサクッと英語フレーズを覚えていきましょう。 Let's go! Bonnie's Showtime! はい、というわけでですね、今日はですね、おー、久しぶりって言いたい時のフレーズをご紹介したいと思います。はい、でこれはですね、もうすごく簡単です。 Long time no see。 Oh hey, long time no see. Oh my gosh みたいにね、こんな感じで、あのすごいドラマチックではあったんですけど、今 Long time no see、 これでめっちゃ久しぶりやなって意味ます。言い方になります。じゃあ詳しく言うと Long time、 これで長い時間。 No see、 see は会うとか見るとか意味なので、 No see ってことは見てないってことですよね。なのでこれを踏まえると久しぶりっていう風になります。 Long time no see。 でね、例えばですよ、会ってないけどめっちゃ久しぶりにチャットしたっていう時はですね、なんかちょっとアレンジとして Long time no see って言ってもいいけど、 Long time no chat とか Long time no talk っていう風に言ったりもします。これがオフィシャルかどうかわかんないです。ただ友達が言ってるのを聞いたことがあるので、まあ、使っちゃってもいいんじゃないかなって思っちゃいます。なのであのそこは全然あの応用を聞かせてアレンジしていいんじゃないかなって思ってます。はい、なのでね、 Long time no see っていう風に使います。で、この時久しぶりに会いました、 Oh my god, long time no see。 この後ね、 How are you っていう風に言ってもいいんですよ。 How are you でもいいけど、実は How are you 以外にも久しぶりの時に聞く元気やったかっていうフレーズがあるんですよ。 What? OK、 はい、これはですね、 How have you been? How have you been? これで元気やったみたいな言い方になります。これ最近どうしてたみたいな。 How have you been? っていうのは現在完了ですよね。現在完了ってことは、会ってない時から今の時点までどういう風に過ごしてたかっていう風に聞いてます。 How are you? は今の時点の気分についてね、How have you been? はその会ってない時から今の期間までのずっと長い期間のことを言ってます。 OK、 なので How have you been? って言ったら、答え方としてはですね、 I have been、 もしくは I've been、 ほにゃららって言いますね。 I've been doing great だったり、まあ、元気にしてるだったら I've been doing great、 もしくは I've been good、 I've been great、 I've been wonderful とかね、いろいろ言い方があると思います。もしくはめっちゃ忙しかった、ずっと最近もほんまに忙しかったっていう時は I've been busy、 I've been busy って言ったりしますね。あとはね、普通に I'm good、 もう全然あの現在完了とか無視して I'm good とかでも正直通じるっちゃ通じるので、そっちでも大丈夫です。ただ基本的に英語のルールっていうんですか、英語のルールとして How have you been? っていう風に現在完了で聞かれたら、基本的に I have been ほにゃららみたいな感じで、現在完了で聞かれたら現在完了で答えるっていうのが基本的なルールですね。はい、なのでこう I have been doing okay とか I have been really busy with work、 あの仕事ですごい忙しくてさーって言って、その後ね、また仕事の話とかバババババババって言ってね、二人でこう話したりとかね、いろいろできると思います。なので挨拶として、Long time no see! How have you been? これでね、久しぶり元気やったーっていうフレーズになります。はい、これ知ってるとね、だいぶいいですね。ただこれ知っててもね、自分が聞かれた時に答える方法がね、たまになく、わからんくてこうおどおどしちゃうってことがね、よくあると思うので、しっかり答え方までもしっかりできるようにしていきましょう。なので答え方は I have been ほにゃららですね。 I have been good、 I have been doing great とかね、答えていきましょう。じゃあその後、あの元気やったよだけではなくて、こう何かこう仕事でね、昇格してねとか、実は違う会社に移ったんよとか、実は自分で会社建てたんとか、いろいろニュースがあると思います。なのでそういうのもね、しっかり英語に変えて話していけるようにしていきましょう。それじゃあ今日も Thank you for watching! See you in the next video! Bye bye!